おはようございます最近の調子、上がってきているんじゃないでしょうかあの、はい、悪いエンジン、引いてないので、そ、うんはい、そこそこ走れていいると思います、まあ、モーターの支えもあるし、当然、調整もある程度、答えを出しているそうですね、はい、うん、乗り心地はある程度来てると思います。さあ、えー、ヒーター24号機、昨日の段階での感触はどうでしょう。 ちょっとスタートの起こしのもっさり感が気になる。気になってます。えっとそのスタートの起こしのもっさり感というのは、はい、自動車で言うと信号が青になって、はい、アクセルを踏んだ時に、はい、なんかちょっと加速が鈍いかな。はい、っていう感じ。<laughs> そうですね。はい、合ってますか？ちょっと違ってる。 ちょっとなんか遅い遅いですあ遅い感じ、ねはい、じゃあもっと、えー、ビューンって行ってほしいけども行かないところそうですね、うん、はい走り出したらいいんですけどああ <laughs> そうすると選手がよく言う、はい、手前のところをもうちょっと調整面で出していければはい、うん、その他は気になりませんか走り出したらそうですね気にはならないですけどレースでどうなのかなっていうああかかりはいいんですけどうん、うん、えっと 当てた後レバー当てた後はどうなのかなってレース行ってみないとわからないなないいいと思いましたなるほどはいはい、さあ、えー、2号店になりましたコースは2コース原則 2>, あ2コース行けたら2コースではいい行きたいです、えー、スタートの練習の雰囲気見え方はどうだったでしょうスタートは届いてなかったですけど小島なのかそのペラーなのか。 でもプロペラは叩こうと思います。そうですか。はい、さあ、二号艇の参戦、ファンの皆様に一言お願いします。はい。えっと、小島久しぶりですけど、思い切ってレースします。応援よろしくお願いします。